五節舞姫小族五節舞。五節の舞とは、日本の画角では、唯一、女性が演じる舞。大上祭や、新滑祭りに行われる、豊明節紀で、大歌所の別当の指示の下、大歌所の人が歌う大歌に合わせて、四から五人の舞姫によって回れる。平安時代、大歌所には、泉国から、十世と呼ばれる人が上落しの、意見封じ十二カ条では舞姫を、 毎年貴族に出させるのをやめ、専門の舞姫を置くという案が出されており、その第一の目的が射死の防止にあった。石管家から舞姫を出す時には、配下の受領らの奉仕が当然のように行われ、類寿雑用症や、幾間マ関白期、中期には、経費割当ての文書である、誤節雑字定文が掲載されている。また、鎌倉時代には、受領制度が形外化し、 上流貴族が治療国主となり、自らの一族や配下の中級貴族を国主として国が収入を得るようになると、受領奉仕の分は治療国主の奉仕となり、実質上、苦行奉仕分と同じことになってしまった。五節かなの期は、永任五年のハリマ国主法仕分の記録であるが、実際はハリマ国が領主であった。 自明院党の皇室の沙汰によるもので、多くの小族類が自明院党、大閣寺等を問わない皇族たちからの贈答品により、まわれている様子が見られる。選ばれた舞姫は、練習に明け暮れ、新滑祭りの前々日である牛の日の夜に、宮中へ参上。直に、長大身と称して、城嶺殿にて、天皇に練習を披露し、前日の虎の日に、午前身と称して、清涼殿にて、 天皇に練習を披露した。当日のうの日に、道場ご覧と称して、舞姫に突き従う道場を、清涼殿にて天皇がご覧になるなど、天皇自身からの試験も厳しかった。天武天皇の時代、吉野に天女が現れて、袖を五度振って待ったのが由来との説が、平安中期にあった。五度、袖を振るのは、呪術的であり、新滑祭りの前日に行われる。 鎮魂祭とも同じ意味があるという説もある。年中行事秘書に、乙女ども乙女サビスモ遠玉をたもとに巻き手乙女、サビスモという歌謡が載せられており、この歌に合わせて回われたもののようであるが、詳細は不明である。なおこの歌謡は、平安初期に、トゥーアゲセチェと、正月三節会で歌われた歌謡を記した、こと歌フに、タンハニアス曲として掲載されている。また、中国の、春秋サシ 将校元年上に、戦王の楽、遊園不死百字なり、固有合説。地足、本末移を及び。とあり、これを進むのも利用が、五説イコール五世として戦王が五つの音調を用いて、楽を作って民衆を強化したと返している。このため、天武天皇は、大陸の霊学思想を取り入れる意図をもって五説前を、 考案したとする見方もあるに五節舞を回せた際に、天皇が、上皇に対して、天武天皇が、天下統治のためにレートラクを整備するために五節舞を、考え出されたと述べている五月新中条。また、延暦23年に作成された、留行ゆ儀式帳にも、伊勢神宮の下空にて、五木の宮のうねめが五節舞を演じたと記されており、天武天皇が進行して、 グル制度を整えた伊勢ジングルにおいても五節舞が行われていたことが知られている。五節舞の情景を描写した創上返上の天津風、雲の通広吹きと地を止めの姿しばしとどめむの和歌が有名で、百人一首にも取られている。奈良時代には五月節において、皇太子の安倍内信王が舞ったことからわかるように、演奏の機会は限定されていなかった。また、 俗に本気に見える、五節玉井が、同じものだとすれば、さらに演奏の記録は多く知られることになる。平安時代の代表的な演奏の機会は冒頭にも、見えるように新目祭り及び天皇代はじめの、新目祭りである、大城最後の豊明節へである。このほか、富行宮儀式町の六月月次祭の名王来の上に、西宮ねめ五節、舞筆とあり、平安初期には、 伊勢神宮の大祭において、西宮の次女により五節前が行われたことがわかる。なお、研究三年後皇御神宮年中行事の六月月次祭の、なお来の城に、司手の平が、お世父というと、西王皇殿から二人の女房が出てきて、法然を拝してまた戻るという次第が記されていて、神宮祭司においては、平安末期にはもはや、前とは見なされないほどに境外化したものになっていた。 ことがわかる。鎌倉時代を経て、室町時代になり、その式次第は変化した。大師和尚には、昔は、常年殿にして、これのことあり。館長にて行われる時は、西朝七と根館を持て北に剣をば、大師の壺根となずく。これを頂代とも言う。昔は、舞姫参入の儀式など、ことごとしくありけり。今は、暁参りとて、密かに三図。 長ょ見というは、主上自ら大師の曲に出魚なりて、舞姫をご覧することなり。この時は、お神を脳詩に、お刺しの木を木をあり。これは、天上人に立ち紛れをわしますよしなりとある。この、官長は、言葉さ以後当時廃絶していた、大曲伝の代わりとして、即位礼などの儀式に用いられた、大上官長を指す。室町中期までここが用いられたが、 ご土ち門天皇大上祭を最後にご説舞も、中絶する、赤月参りとは正式な参入をしないことで、行列などを省略するのが目的であった。近世に、大上祭、新目祭り及びその後の豊明節へが、再興されてもしばらくは中絶したままだったが、法暦3年11月17日の新目祭り後の、豊明節へで再興されたこの復興は、 当園天皇自身の希望に基づくものであったようで、広橋兼種公部御用日記法暦6年ルー11月25日上に、宝歴3年正月5日府の天皇の御内ち幕府に伝えた書き付けが引用される。また、山品雷子と狂気、法暦3年10月17日上には、舞い心も二人前の長身についての記事が見られる。 もっとも、この時は1月7日の白馬節営や1月16日の十日節営で使用された既存の舞妓装束の使用に従っており、五節舞姫の装束の復興はなされなかった。また近世を通じ、五節舞ではなく、大歌の故障が一般的であった。これ以降、原則として、例年の新稲目祭りや第初めの大乗最後の豊明節営でそうされている。 ただし、舞姫は二人である。場所は、新目祭り、大城祭ともに、金世では、死神殿である。また、三入以下の諸儀式も、一切行われず、設営本番の舞の奉仕だけである。明治天皇の大城祭では五節舞は行われず、大正の大礼で復興された。この時、新たに振付が定められ、また舞姫小族は、金世のものに、 平安庁の記録の様式を設置したものが定められた。舞姫は家族霊場6人が選ばれるが、1人をスペアとし、5人で舞う。ただし、例年の新目祭りでは行われず、大城最後の大京で行われるのみである。昭和大霊時にも舞および装束が改定されている。平成の即位の霊では可能な限り、昭和大霊を踏襲したとされる。平成の即位の例では、 上記のように、大経の儀が終わった後、同じ国風株である、久米舞と共に列席者に披露された。このように基本的には、宮中、皇室行事の一つであるが、2018年3月には、宮内庁式部職学部により、国立劇場で一般公演された。AB 平成の大経の儀で、披露を、国風株公演、宮内庁、東器弘明主席学長に聞く。 産経新聞長官2018年4月8日2019年6月21日、閲覧、昭治綾子、常年伝と、奇載の宮、平安時代の記載と、王権 ISBN978 から4から 642046428P145、中川邦子、飯高諸高、加藤健吉編、日本古代の王権と、 地方 ISBN 978から4から479840817ありがとうございます。